1888年の海図。西側がデンマークの海岸線、東側がスウェーデンの海岸線。エーレスンド海峡通行税は、デンマークがエーレスンド海峡を通行する他国船舶に課していた通行税で、16世紀から17世紀には、デンマークの歳入の実に3分の2を占めていた。1429年にエリク世が導入したもので。 1857年のコッペンハーゲン条約まで有効であった。なお、1660年から1712年までは、スウェーデン船は免除特権が与えられていたが、1720年7月3日のフレデリクスボー条約で免除特権の返上が訳された。エーレスンド海峡を通行するすべての多国船舶は、デンマーク機関ばかにかかわらず、ヘルシンエルに停泊して、 デンマーク王室に通行料を支払うことが義務付けられた。停泊を拒否した船舶はヘルシンゲル及びヘルシンボリから砲撃して撃沈されることになっていた。1567年に税額が積載する貨物の価格の1から2%に改められ、デンマークの税収は3倍になった。船長が貨物の価格を過小申告して課税逃れすることを防ぐため、 デンマークは目録に記載された価格で貨物を購入する権利を留保するという実効性の高い対策が取られていた。他の航路を利用して税逃れをすることを防ぐため、大ベルト海峡と小ベルト海峡でも通行税が徴収されていた。他国船舶に対してエーレスンド海峡以外の通行が禁じられることもあり、違反した船舶は接収されたり沈められたりした。 この通行税は何、世紀にもわたって、デンマーク王室にとって最重要の収入源で、この収入のおかげで、デンマーク王室は、ツ密院と貴族の干渉を、ある程度防ぐことができた。しかし、バルト海、特に、スウェーデンとの間で貿易を行う国々にとっては、重荷でしかなかった。スウェーデンは、デンマークとカルマル同盟を結成していたため、通行税が免除されていた。 しかし、1613年のカルマル戦争とクネレド条約により、デンマークはスウェーデンのバルト海領土からの貨物とスウェーデンの貨物を運んでいる非スウェーデン戦に通行税を課すようになった。通行税に関する対立は、1643年のトルステンソン戦争の引き金となった。1658年、デンマークは北方戦争で敗北し、 エーデスンド海峡東岸のスコーネ地方、ハランド地方、ブレイキンゲ地方、ブーヒュースレーン地方及び、弁当をスウェーデンに割用させられた。このため、それまで通りに徴税することはできなくなったものの、通行税の課税権は維持することができた。1660年5月27日のコッペンハーゲン条約により、スウェーデンは通行税の免除特権を得た。その後、 大北方戦争と1720年のフレデリクスボー条約により、エーデスンド海峡東岸はスウェーデン領であったにもかかわらず、通行税の免除特権は返上された。1857年3月14日のコッペンハーゲン条約で通行税は廃止され、デンマーク海峡はすべての軍艦及び商船に対して無税の国際水路とされた。廃止の保証として、デンマークは 条約締結国から3,350万デンマーク、リクスダラーの一時金を得た。一時金のうち、イギリスとロシアが、それぞれ、約3分の1を支払った。同年、米国との間で、同様の条約が結ばれ、アメリカ船は39万3000ドルを1回、支払えば無期限の自由通行権が与えられる、ものとされた。 https://babel.h-a-t-h-i-t-r-u-st.org スラッシュ cgi スラッシュパート id イコール hvd hj1391 ビュ e イコール1アップシークエンスイコール60リーガルプロビジョンマリタイムローユネスコ2011年10月20日閲覧ハビデイガードオーアスンストールデン ダンスク SKNSK タイザクリフト2013年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年10月20日閲覧 AB アレクサンダーソンガンナーインターナショナルストレーツオブザワールドザバルチックストレーツマルティヌスナイホフパブリッシャーズ ISBN90 から 247-2595X ありがとうございます